副者アウグスト・フランチシェク・マリア・ユゼフ・カイエタン・チャルトリスキ、ムニョスは、ポーランド人のサレジオ・海修州同士祭。ポーランドの大貴族、チャルトリスキ家の大で、スペインのビスター・アレグレ公爵でもあった。2004年、列服された。アウグストは、ブワディスワフ・チャルトリスキ公と、その最初の妻、マリア・アンパロ公妃の一人息子として、パリで生まれた。母は、スペイン王妃、マリア・クリスティーナと、 その最高の相手アグスティン・フェルナンド・ムーニョスの娘で、スペイン女王イサベル2世の種違いの妹にあたる。チャルトリス・キ家は18世紀のポーランドで非常に権勢を誇った大貴族だったが、19世紀になると、ロシア帝国政府に疎まれて亡命を余儀なくされ、パリのオテル・ランベールに今日移していた。アウグストは家族からグーチョと呼ばれていた。幼い子は6歳の時に、母、 マリア・アンパロから結核を移され、これは生涯の持病となった。アウグストは結核に効くと考えられていた、いい空気を浴びるために、あちこちの保養地を巡る生活を余儀なくされた。1874年1月放棄に参加した罪で、シベリアに流された経験を持つポーランドの愛国者、ユゼフ・カリノフスキがアウグストの家庭教師に雇われた。 カリノフスキもまた呼吸不全を患っており、そしてアウグストの運命に大きな影響を与えることになった。カリノフスキは自分が孤独なアウグストの父、母、看護人、話し相手、保護者を兼ねる存在だと自分でも認識していた。カリノフスキは1877年、カルメル修道会に入って聖ヨセフのラファエル修道士となるまでアウグストの傍らを離れなかった。 このラファエル・カリノフスキは2004年、教皇ヨハネ・パウロ二世によって、成人とされた。アウグストの父ブアディスは不幸は長男に、外交官の道を歩ませようとしたが、アウグスト本人は、宗教的な生活に惹かれていた。彼は、教皇レオ十三世から、サレジオ修道会を開いていたドン・ボスコの弟子になる、ことを勧められた。1887年、アウグストは、ボスコと会い、 そして死の床にあったボスコの祝福を受けてトリノでサレジオ会に入会した。彼は結核に体が蝕まれていく中で進学と哲学を学んだ。1892年4月2日、アウグストはベンティミーリア市教により死祭に除会されたが、アウグストが聖職者になることを反対していた家族は除会の場に出席することを拒んだ。アウグストは 除海の翌年である1893年、アラッシオで亡くなった。34歳だった。1921年2月14日、以後、アウグストの列服のための準備が始められ、2004年4月24日に、教皇ヨハネ・パウロ2世がアウグストを副社とした。彼の意外は現在、ポーランドのプシェムイシルにある。ありがとうございます。